開会式臨席する昭和天皇皇后第15回国民体育大会は1960年に開催された国民体育大会である。1954年以来続いた持ち回り開催に関する議論に関し、本年7月8日の閣議において下記の方針が決定された。国家的体育行事として毎年開催する。原則として持ち回り開催とする。 財政再建団体の府県では開催を認めない。開催にあたり選手役員の人数を適正化すること。開催計画の事前承認化。熊本県期あたり大会の開催時、熊本県は県期を制定していなかったため、国体実行委員会が臨時に国体用県期を制定した。また、対戦中の1942年に制定された。 菊池陣中の歌が1946年に連合国際校司令官総司令部の命令で演奏を禁止されて以降は存在していなかった県民歌を新たに作成することになり熊本県民の歌が制定された国体用県旗は大会の閉幕後に使用されなくなり6年後の1966年に現在の県旗が制定されているが熊本県民の歌は 県に引き継がれ、39年後の1999年に第54回熊本未来国体で再び演奏された。ありがとうございます。